はいはいはい。どうかな。本日はニコニコ動画の方は、うん、ぺちゃんこ視点で、うん、YouTube の方にいつもの、ドンピシャ視点が入ってます。そういう感じです。なので、はい、サッカーゲームっぽい、もういかにもサッカーゲームニコニコはね、うん、を見たければぺちゃんこ視点の方を。ドンさんの視点はじゃあ何になるの？あれはもう神神視点。神視点。神様視点。あれは神視点。ああそういうあれなんだ。神様視点だから。知らなかったわ。サッカーだと思った。違う違う。あれちょっとサッカーじゃないからね。ああそっか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 。でやっぱ YouTube のコメントでも普通のが見たいって、普通のサッカーの試合が見たいってやっぱ。ああなるほどね。やっぱ出てきちゃうからね。ああやっぱドンさんの方はサッカーじゃないと。サッカーじゃないからね。はい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 。だから動画にはなりません、ぺちゃんこして、ええ、そもそも録画をしてないので。そうですね、ええ、まあ、タイムシフトもありますから1週間、ね、ええ、うん、そちらであの無料で、 あれ無料で見れるんだよね、タイムシフト。ああ違うっけ、無料じゃないんじゃない、あのそうだ、ね、プレミアム会員、そう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 、プレミアム会員じゃないとちょっとあれですね、ええ、そうなんですよ、無料じゃないんだ。うちらの会員とは全く関係ないけど、そうだね、うん、そこはちょっとニコニコのシステム、まあ別にリアルタイム同時視聴で、うん、まあそうだね、うん、それがいいと思う。今日標準さんはいるよ。います。俺と同じでね、ま、風邪、風邪なんです。風邪ひいたんだって、うん、治んないの、うん、標準さんなんかその風邪ひいたっていう日に俺と一緒に荒めてたからね。バカ野郎だよね。嘘を、ずっと寝てたらしくて、うん、なんか夜から、夜から夜までわかんないけど、かなり寝てたんでしょ。全然飲んでから、うん、まあラーメンやるしかねえわっつって、こんなんで一日終わっちゃうのやだっつって、アラーメン鉄道さんとアラーメンやるわ。うん、わかるわね。そりゃ伸びるよ、うん、それは、うん、ね、伸びるか、うん、だから別に俺らはその心配はしないよ。そうですね。そうだね、しないんだね、うん、自業自得。そう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 、うん、だからサッカーもしろと、うん、サッカーもできんだろうと。できるんだろう。まあまあ風邪程度じゃね、部活も休ませてもらえませんよ。そうだよ、ほらレギュラーの座がかかってるからね。そうだよ、これで休もう思んならいつでも部員足んねえんだけどね、落ちる部員足んないけど、レギュラーの座はかかってるから。そうなんですよ。さてさて、いつでも行けるぜ。早く今向かってますか。これ僕は前と同じ場所でいいですかね。あなたでも動くでしょ大体。一回ね、うん、ここのな、何フォーメーションで CDM に行ったんですよ、鉄道さん。 CDM センターディフェンスミッドフィルダー、ここですね。そう、おお行ったんだけど、まあよ、まあいいんじゃない別にぐらい、うん、あんま変わんなかったぐらいだけど、うん、そう、なるほど。ただ不思議なことに、うん、俺がそこにいると、うん、俺が上がってもディフェンスが4人いるんだよね。ああそれがちょっと不思議だなって思った。それはね、俺にとってもいいことかもしれないね。あ、そんなことあるんだと思って、うん、じゃあ前出てくれ、そこでいいよ。鉄道さんはかなり渋ったの。うん、だって前行ったらドンさんが寂しがるみたいなことを言い出して、あ、まあ確かにね、あるよ、寂しい要素は。あるある、やっぱ言ってほしいよね、かなりある。寂しがるからみたいなさ、やっぱほらキーパーさ、みんなが攻めてる時ってさ、うん、比較的暇だもんね。ディフェンス陣も大体それ同じだから。そう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 、そうなんですよ。まあだから俺上がってんだけど、暇だから。そう、俺時間が限られてるからさ。そうだね。これで、そうするとサンタさんの居場所を今取ったってことで。あ、そこサンタさんの居場所だっけ。なるほど。標準のそこはサンタさんだから、うん、サンタさんはじゃあサイドに。なるほど。来た場合はサイドに寄ってくる。そうだね。どっちが適正かって話だね。そうだね。うんうん、これ何、ちょ風早く来てもらっていい。俺、俺トップした今日。どうする、どっちでもいいよ。どっちでもいいよ。一回一回
変わったんだよね。そう。この前。あ、そうなんだっけ。そう、前。俺が真ん中やるっつって。そう、二得点決めて。あ、そうかそうかそうか。はいはいはい。そう、ハットトリックを外すっていう。そう、なんか1対1を強化しないといけないと思って。あー。そう。まあ、ね、まあまあとりあえず得してるかな。うん、じゃあ、やってくださいよ。うん。今ディビジョンは6？7？ 6ぐらいかな。結構上がってるよね。うん。相手が強くてさ。いや強いよね。そうだよ、うん、歯が立たない時が結構あるんだよな。6イン。あとこのゲームしばらくやんないともう操作方法忘れちゃうな。分からなくもない、うん、あれでもこの前のさ放送の時ってほぼ勝ってたよね。ほぼ勝ちしてたんじゃない。ほぼ勝ちした。ほぼ勝ちしなかったっけ。そうだっけ。結構優勝したんじゃない、うん、だよね。やってきたんじゃない。じゃあ今日も行きますか。4人で。4人行きましょうよ。これで、お、早い？早いよ。早いね。あ、あれ音出てない俺。どのディビジョンが一番多いんだろうね、人。人はどこだろう。ワンじゃない？ワンなのかな。狭きもんなんじゃないの？いやー、ディビジョン9とかじゃない？あれ？8とか。人数的には可能性は全然。あ、やっぱシルンゴが多いんじゃない？今日ダメかも。うそいしょ。このチームですが、3試合を消化した時点で残留の見込みは高そうでしょうか。まずは降格しないことが第一の目標になるでしょうね。これ、hey。 あれ今相手カシアレイソルじゃなかった。マジ本当。ジャパンとはなってた。カシアレイソルだったよ今。こんな色じゃん。本当だ。カシアレイソルだ。ダークホース3行くぞ。なんでダークホースなんだよ。カシアは試合が開始されました。昔のじゃん。いつでも写真撮ってね。やめてくれよ。あー、なんかちょっと…こっちのセリフなんだ。おー、どういー。あー、ちょっといきなり打たれてドキッとしちゃったな。頼むぜ。いや、ちょっと昔のって言われてちょっとフフってきちゃったな。 J2 上がりたての頃だな。わかるよ。 J2 優勝してそのまま上がってきて、そのまま J1 優勝したからね。アンクホースだったな。何の話だよ。レイソルの昔話だよ。あーいけるから。ここはファールの判定です。ファールの判定です。警告はなさそうですね。なるほど。俺のファール。今回ドンピシャ視点は YouTube にあります。あれ厳しい当たり。バランスを崩したのはどうだ。そうそうこうしてクロス来た。おっと、おいー、おっとこけた。おいいいよ。おあー、2件だったんですが、2件ボールを奪われましたね。あべ、これ音楽消して。かかと。はい。消して。音楽消しました。音楽消して。ここはどうする。あ、ぶつかってる、ぶつかってる。下いける？下いける？いける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 。いい形でゴール前まで持ってきました。あー、いける。パスをじっくり回して。あー、惜しいね、惜しいね、惜しいよ。惜しいですよ。でも頑張って。あ、カメラ、バカメラ。あ、いいね。あ、ボール取っている。で、どうぞ。いやー、来るか。あー、こず。絶妙なクロスを出しましたが、鋭めのクロスだね。また出た出た。走り込んだ味方。さあ出たしの。あれなんかハゲてる？ボランチ。あれハゲてたっけ？あれ。おうまいうまい。あ惜しい惜しい。サナイビ。うまくなかった。ああ。あれなんかだいぶ。あれ薄くなっちゃって。だいぶストレスで。そうだね。老けたね。だいぶ。このままプレーさせます。プレーは変えてるな。ボールを回して。なんかおしゃれな。はい。はい、これはどうだ。あっ、うーん、まあ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 。でも流れはいいよ。流れはいいよ。いいですよ。流れは全然いいよ。おっ、テッドさんが。あれ、なんだ、あれ、ボランチが。ボランチがすごいところに。あっ、ボランチどこ行った。あっ、これ回さない。うん、簡単に。あれ、すごいね。おー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 い。危ないよ。マジ釣り玉全部で反応するのやめてもらって。よし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 。いや、あれ分かんないよ。分かんないな、正直。キーパーしてんだと。ちょっと待って。俺じゃない、俺じゃない。俺、やっぱやったことねえからな。なんだだって、あそこからシュート打たれたら、下手すると入るでしょ。テッドさん。確かに。いいね。うまくボールを動かしています。いいよ。
フィニージャン。あ、はい、いシュートに行けるか。俺じゃないな。近すぎたようです。なんかいろいろ覚えてきたなあいつ。あれ、あの声だの今日。これまずいね。ナイス。おお、いや、あー、手と線よ。ウタカ来るか。あああああ、はい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 、あれじゃない。あ、どうした。なかなか試合にはなってますよ。なってますよ。いいじゃないですか。さあ、テトさんが、はい、取られる。おっと、テトさんから。テトさんからだよ、これ責任取んなきゃ。あー、これは前に出て、うわーおー、タイガール。おー、さあ、これでゲームのバランスが崩れました。はいはい、一席にね。いいね、一席だね。一席右か。余裕だったな。ちょっと出んの俺も遅かったな。そうだね、判断が半分。あれ、あれやべえね、今の。そうだね、やべえ。おやおやおや、半々席に頼むぜ。責められてるやつがそうだねっていうのやべえわ。うたか、あ、ちょっと待って、こっちから。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。お前そういう危険なエリアにクロスを入れましたが、ここはディフェンダーが察知していました。あ、ああれ、はい、大丈夫です。はい、OK。出たのか。うぅ、あれ、伸びたね。全然それな、うん、なんか、前行った。打たか。あ、で。あ、で。ふむふむ。ふむふむ。おや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 。上。あ、あ、あれ、ディフェンスは網にかかる。ボールを取られました。お、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 ラッキー。あ、いや、出ない。ダメかい。あ、触った。足りない。お、はい、あ、はいはい、素晴らしい。すごいゆっくり。どうした、落ち着いてるね、だいぶ。お、あ、お、なにそれ、なにそれ、なにそれ、ボールを持ちました。なに今の、何をするんでしょうか。ちょっとドキッとさせたね、全員を。そうだね。あ、うまーな。危険な位置です。あ、打たれそう。あ、あー、ちょっと、まあ、だな。え、ちょっ、クリア。うわ、危ねえ。ボールを中盤で奪いました。あ、うまい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 。逆をついた。出せんの？あ、そいつ、そいつ。短い。叩いて渡すことも。俺じゃないだろう。鋭い読みでカット。なかなか狭いところでしたね。うん。テッドさんがやっぱ一個前でだから。ボールを奪いました。さあ、どう組み立てるか。来た。あ、これは。いい形でゴール前まで持ってきました。マジか。あお、何今の、何しようとしたの。通ってたら1点だったな、今。完全に1点今の1点。あれ、はい、打ってキーパーに弾かせて、そことかダメなの。それもまあ、確かに。ちょっと消極的なパス回しです。あ、え、すげえ、ゆっくりトス。おお、どうだ。おー、惜しい、惜しい、惜しい。ダメだったね。これじゃ俺は、うん、受ける。受けない。ここは俺にはくれない。手に渡りました。俺にはくれない。おう、ね、ああ、素晴らしい。あ、あ、あ、リバラ、はいはい。あ、これもはね、スパゲッティ詰まらないミスでボールを失いました。いい、素晴らしい。うん、おっつ、あっと、ダッシュ。リバラ責任取る。パスタン。あ、あー、おー、危ねー、ナイスディ。さあ、前半が終了。あらららら、なるほど。一本ね、あの一本か。まあ、一本だけか。割とこっちの方が流れは来てんだけどな。流れは掴んでるんだけどね、うん、やっぱ一発、一発やられたね、あれ、誰かの責任の中。1本しか打ってねえんじゃダメだよな。いや、ダメですよ。そこは俺も、同意見でございます。同意見だよね。ええ。フォワードがさ、点を取らないとさ。そうなんです。サッカーで点を決められると勝ってないんです。フォワードのミスはなんかあんま言われないよね。言われないね。ディフェンサーのすごい言われてる。点取られた時だけなんか思う。すげえ言ってくんじゃん。重たい。おおおおおおおあいつマジ。ふわふわじゃねえか。いいじゃん。いいよ。お、いいね。
宇多田いやえおなんかおしゃれなそっちに出すあーあーなるほどね下には出さないんだねおしゃれに気使っちゃうねおっと向こう何人2人2人かあさあスタジアムのテンションが上がりますよし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 おいしよしよおいいんじゃないあこれはぺちゃんこさんこれはぺちゃんこさんこれはぺちゃんこさんあこれ走りすぎたあー大丈夫、ここから入るいつもさ、一人一対一とか言っておきながら走りすぎボーイだったな走りすぎボーイだね走りすぎボーイだよ一対一さんも俺と同じぐらいじゃないのいや、そんなことないかもしれないねそんなことないあ、だって決めりゃいいんでしょそう、決めりゃいいんだけどさこのパスは通りません決まってへんだよあ、ん？ドンさん、なんだろうさあ、スローインでの再開です俺今のドンさん俺うん、ドンさん行くべきマジか今俺と同じだよ結構出てたけどまたフェイントしたこいつテッティすごいところにうまく繋いでいますテッティ結構厳しいのここし厳しいの来る要求が俺そんなじゃないの危険な位置です緊張感が増してきます相手がボールを奪い攻撃を止めましたいいよじっくりと出しどころを探します俺追いつきたいコーナーキック俺開いてなかった後ろのこれカメラ見づらい方はニコニコしてどうぞもうちょいなんか来てくんないですニコニコ視点は普通にあのサッカー視点だからサッカー視点というかすごい分かりやすい視点だからはいゲームうんうんやったすごいとこやったねトラップする側もちょっと痛そうだったよいいねここで勢いが止まってしまいましたもう中入れちゃっていいよシュートに行けるかでかっでかっあー惜しいねびっくりするぐらいでかかったな精度を書きましたねでかっあーこれ無理だねサイドからの攻撃へ向かいます。うわ、ああ強いね。ファールです。主審の判断はどうでしょう。カウセル。どこにどう自分が。黄色か。おっと。お、う、あ怖い。ナイス。うたか。普通にゲームしててカメラ見づらいって言われるの。面白い。ピニージャ。いや面白いよ。面白いよ。なかなかの問題。ゲームやってんだけど。うん。うん、あ、いい、いけるあ走りすぎたこのボールは外に出てスローインでの再開となりますいや、違う違う、YouTube あ、YouTube キーパー視点のこれ、これじゃないと無理だからなあ、ルースボールになっていますで、しかもね、てかこの15がバカメラすぎるからさおおこのシュートは入りませんこれは決めないと。これ15、17ぐらいだったっけ。あれ17、あれだいぶ。お前今何年だと思ってんの。あれ、これだいぶ少なくしたな。これ一回もらって、でパスを落として、宇多か。おっと、ああ、折れました。これはまずい。責任。ごめんなさす。オーナイス。もう一回俺がもらって、ボールを。なるほど、もらって。これは上。うい。いや、完璧。丸2回そこでボールが止まっていますあれうわなんだそれそれ何それ何ですかそれは何それ何ですかその顔おい顔おい顔何今のこれですか今のフォワード今のあれやべ組み立ては良かったんですけどちょっとそんなこと言ってる本当だよお前煽ってたのにいきなりミスしちゃったピニージャ、ボールを運びます。ああ、うえ、下手くそ。あれ、もう全員変だな。おかしいな。今の一点じゃん。今の一点じゃん。相手のボールにパスを回します。そうだ。コーチともに言われるポジションだな。やばいな。コーチともに言われるね。今の決めらずところに来ちゃってるからね、鉄道さん。今の決めてたらな。本当だよね。ヒーローだ。ヒーローだったね。なんかドリブルも良かったしね。そうでしょ。抜いたのに。抜いて。抜くとは思わなかった。抜くとは思わなかった。フィジカル結構強い。ボールが感じだったね。あ、それはダメだ。ルーズボールだ。苦しい試合ですが。ホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはずです。何今の？あ、いいよ、責任取ったから。読み能力ゼロだったな。いいよ。
パスをじっくり回してディフェンスの。うわっもう先読まれてたじゃん。いたもんだって。やばいな今の。相手一歩も動いてないのになんか勝手に目の前で回ってくれたみたいな感じだったんです。ギアでなんか超任してるけど打たれたやつみたいな。そうだね、無駄にカパキャンして普通にやった方がいいだろうっていう。いや、ちまった。なんだ今の。今で完全に風悪化したな、咳が。関係ねえだ。でも分かるよ、俺も完全にダークソウルで悪化したから。ダークソウルのボスで悪化した。悪化した。あれ、大丈夫。あとはドンさんがいるから大丈夫。俺がいるから大丈夫。うん、面白いボールが出た。ああ、マジか。俺がいるから。ああ、うーい、危ねえ。いや、惜しい。今圧でしょ。圧だね。圧で揃わしてった。惜しいですね。およいしょ。はい、おいて。ポゼッションの数値をご覧ください。ほぼ互角の勝負ですね。支配率はちょっと高いでしょうか。危険なエース。緊張感が増してきます。相手に渡した。ボールはディフェンダーの元へ。味方のヘディング1本で一気にチャンスになったないけど。これはどうだ。あ、やばいね。おや、これ打たれても、やぶさか。あ、やぶさかと。やぶさか出なかったな。やぶさか出ないよ。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出ちゃいますよね。あれ、全然。おい、負けてんの知らねえのかよ、こいつ。よしよしよし。負けてんの知らねえのか。芝よし。おい。はい。だ。ボールが中盤でカットされました。ナイス。わっ。あ、オッケー。あ、ラッシュ。あ、敵拾うの。あれ、これもう1点チャンス。敵に、敵にもう1点チャンス。あーはー、おいおいおい、初戦負けかい。でもあの1点だけか。今日の試合、チーム僅差で敗れています。でもトータルテッドさんでしょ。そう、まあトータルテッドさんだね。いや、そうかな。俺結構標準さんがやってる気がするんだけど。なんでなんで、いや考えてみ、最初の失点と取れた1点全部、大事なところ全部あの人じゃない。そんなことないな。そうだね、そういう人はね。そういうのと、あーやばいなこいつ。敵にボールが当たってるのはちょっとね。よしよしよし、いいぞいいぞ。印象操作が汚ねえ大人、汚ねえ大人だな。うまくいった。その可能性も全然ある。考えてみ、1対1外してたからね。ペイさんもペイさん系やばかったけどね。まあね。だってさ、鉄道さんの完璧なクロスをさ、ボレーで、あれ足首折れたやつでしょ、俺と同じで。あれ、あ、そうだね、足首折れたやつでしょ、あれ。骨入ってなかったもんね。そうだね。ボルトが3本ぐらい埋め込まれてた。うん。ちょっとね。なるほどな。まあでもこの試合はトータル鉄道さんでいいね。あー、そうですか。うん。おめでとう。まあまあまあ、じゃあその称号を受けましょうか。うん、ありがとう。ささ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 さっとばーん。ここで入んないんだよな。さっとばーん。じゃあサバッス。あ、入った。毎日その強さ何？丸2回って誰かが叫んでた気がするけど、丸2回押すと何なの？グラウンダーなの？センタリングだとちょっとあのさっきさ弾道が1個だったから、ここでの連敗は避けたいですね。うんうんうん。そうですね。あれにならない。弾道、まあなん弱め2日目になる。そう、ニアの前半キックオフです。そういうの知らないからね。これぐらい覚えてきゃいいから。3回押すとあのグラウンダー地面這うから。それはなんか使うことあるの？さっき俺が使った。あ、本当に負けてもいいから点を取るとこが見たいって。いやー、わかる。わかる。一番、うん、俺も見たい。どこだ、変わる。一番のハードルね。点を取らずに負けるってのはちょっとね。そうだね、盛り上がりにもかけるよね。あ、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。やめよ。面白い。バカメラ限界。あ、なんかそのまま。おお、ちょっと待って。おお、びっくりした、びっくりした。それはもうびっくりびっくり。それはもうでしょ。あ、そうだ、俺パフォーマンスが違うんだ。パフォーマンス、ゴールパフォーマンス、あの地面走るみたいな、あれにした、走るみたいにしちゃってんだよ。
うん、ボールよし、どうしたボールの硬さよし、よくないのが分かったの逆に自分だってことが、ボールを運びゴールを襲いかかります。嘘、このパスはダメよ、あ、いいよ、通りません。なんかここ勝てる気がしてきた。いいよ、クロスカモン、このボールはディフェンスが強い、そうなんだそうなんだそうなんだ、ディフェンダーが外に出しました、はいはいはい、ここは無理をしません。これ何あれか、俺スローイン、スローのインか、左左左左左左、うっうっ、おい入れ、うっ、嘘だ、嘘、ここはちょっと嘘、あれ一番ありえないところに、違うよ、あれ丸ってあれじゃないの、ん、勢いつけてふいってやるやつじゃないの、戻します、あれじゃねえ、なんかロングスロー、え、ロングスローってあれ出さなきゃロングスローなんないの、攻撃に移りたい、そうじゃない、あ、マジ、スタジアムのテンションが上がります。お、なんかすごい、こち近いところで、近いところで回してる、足につきません、あ、バカ見ろ、サッカー本来、あ、あぶねー、あぶねー、正面に一人テトさんが本来いてはいけない、スペースを狙う、帰って切り返す、おわ、そうですね、クロスを出した、うぇー、おぉあー調子いい時の柳沢、調子いい時の柳沢だね、柳沢はね、うん、これだよ柳沢は、柳沢じゃん、こういうの決めっからよ、柳沢は難しいやつ、はい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 、こういうのがあるから柳沢ファンが多いんだよ、先制点が生まれました何言ってんの、こういうの決めっからよ、テトさん、そういえば右スティック押し込むと操作どちらが取るでしょうか、右スティック押し込むと、うん、あ、本当だ、ここで何しろみたいな、危険な位置です、あれ緊張感が増してきます、待って、俺の一点、うわっ、危ねえ、しまったという様子を見せてますね、いや、今エルゴラス持っちゃうな、そう思ってしまいますよね、マジ、うん、ピンク色の新聞持っちゃうないやー、そこまでじゃないよ、あ、ならないかな、いいお尻、こいつ、あ、芝チェック芝よしさっきのがあったから、多分なおさら今やるんだろうね、ナバーン開始17分で、ようやく芝の音、うん、今まで何やってたのって話、うん、いいよああ簡単に、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。おお、主審がプレーを続行させます。あ、アドバンテージを取ったようですね。あ、くん、無理か、いやー、負けるか、あ、無理だ、あ、の、よし、ウタカ、え、あの、足首折れて、今足首折れた折れた、今、今伝わった、本当だった、大変なことだぞ、伝わった、折れてない、伝わった、今このままプレーさせます。いいファル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 。いい形でファル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 。これ打たれる。これ打たれる俺は。危ない危ない危ない。おい。あれ。なんだよ。あれ。ドンピシャさん。いや今の難しいよ。ゴール。打つんだ。落ち着いてシュートを打ちました。なんだよ。やられたな。やられちまったじゃねえかよ。やられちまった。なんだよ。ウタカ、いいね、まずちょっと難しい難しい、ちょっとで、あ、ボールを持ちました、何をするんでしょうか、ここでスローイン、あいつ、いや、決めたからスローイン、あれちょっと待って、バカメラ、危ねえ、プレーを止めませんね、俺の視点がもう、俺の視点が俺のミスから、そのつぶやいてないっていう、あ、つぶやきしてないの、あ、忘れてるかも、本当になんかつぶやかれてた気がする、客席からは悲鳴が漏れます、ミスキックになりました、そのつぶやいてたか、うん、早く、これいいだ、すげえゆっくり言ってる、ウタカ、うん、いいよ、ボールを運びゴールに襲いかかります、あっと、ちょっと近めで、ちょっと近めで、かぶっちゃったね、テッティ、ちょっとね、よし、どうする、おい、チャンスを狙っています、あ、あ、おい、いや、なんとか乗り切った、おー、ナイス、フリーになりました、いいですよ、
どうすんの。すげー来た。いいですよ。生まれてった。俺いって今の、やられたの。どうなの今の。あれなんかボールを持って中に入る。え、決めに来たー。届かないんだ。あれ届かないんだ。届かないんだ。あれコースをついた丁寧なシュートですね。ずいぶんチッピーな、はい、あ、見せてくれよ。チッピーのシュート入っちゃうのね。シュートピニーじゃん。全部言えてなかった。シュートチッピーのシュート。あれあれ入っちゃうんだね。あれ入っちゃう。あれ入っちゃうと一気に止められると思ったんだけどな。一気にもう一気にちょっとハードルがおかしいな。おかしいよ今の。あれ入っちゃうか。もったいない形でボールを渡してしまいました。なんかここはタックルでうまく対処しました。いやちょっとわからないわ、原因がさっぱりわからない。ピルロがいる。ピルロがなんだろうな。なんか重心ずらされて届かなかったみたいなやつだけど、なんか全然届かなかった。全然飛んでくんなかった。まず少しタイミングが早すぎたか。オフサイドになりましたが、こうやって仕掛けていかないとダメですよね。なんだろうな。なんだろうね。わからない。ちょっとわからない。ああ、ルーズボールです。もういいね。どっちだ。いやダメだったな。ダメだった。さあスタジアム。ああやばいな。やばいな。ちょっとやばいな。ちょっとやばいな。どうした。いやちょっとどうした。いい反応でした。今度は止めましたね。あ、そっちか。あ、やばいぞ。あいつ強えな。ここで勢いが止まってしまいました。あいつそのまま行かずにグネックネする人多いな。うん、シュートに行けるか。かなり安全にいったね。ディフェンダーにカットされます。コーナーです。コーナーを得ました。あれうちの石毛が負傷してるじゃん。怖い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 。ボールはどうだ。いいね。一瞬だね。前にダブルパンチ。前にダブルパンチしてる。あれあれなんだろうな。やっぱちょっと久しぶりすぎてゴールキーパーの感覚が。いや全然俺はやり方を変えてないから。変えてない。ちょっとわからない。ゲームの方が変わった。ゲームの方が変わからないな。なんだろうな。すごかったね。シュート一本。別に今位置あれだけか。位置悪くねえしな。なんだろう。多分それよりあの相手が前に出てうまかったんじゃないかな。うん、分からないです。ちょっとまあそれもあるだろうね。やべえね。やばいね。やべえ、ね、いいシュート出たんだよ。いややばいよ、うん、結局ねシュート数が少ない1本なんだよね。うん、問題そうなんだよ。全然取れないぞ。あれ、まあ、まだ前半か今の。さあ後半キックオフです。なんかもうはい負け負けって感じだったんだけど。全然こっからだよ。こっからか。伊藤さんもちゃんと、いいよ、ボール回し。いいよ。してるよ。いい形でゴール前まで持ってきました。今んとこ誰が一番？ビキニア。取れない。おお。優しい。おしす。優しいよね。あいつなんだ。悔しかったんじゃないかな。なるほどね、危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを回しますが、いいよ、なかなかいいよ。今よかったな。それ決めれもう少しでしたよ。まあまあシュートと枠に行かないと。枠に行かないと。やべ、福西さんきつい。福西さんけど最近解説とかでも呼ばれてねえからな。今誰なんだ解説。今解説席いたっけな。先に問題この解説席がそもそもなかったの。ゴンがいたのは覚えてるけど。ここはどうするでしょうか。っかだってピルロあれは局によって変わるからね。そっかそっか。ルーズボールになっています。守備への切り替えが早い。ここで止めます。もらっていいよ。これは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 やってくれ。ドゥヘー。
嘘じゃん。嘘でしょ。なるほどね。何？ちょっと待って。なんか言いたいことがあるの？いいよ、待ってやるから。何？さあ、スタジアムのテンションが上がります。何ですか？何？ちょっと、お危な。なんか左に来たから、うわいや、これはもう、あれからでしょう。これは難しいですよ。あそこからだよ。これは難しいですよ。始まったよ、これ。ちょっと。点も入らない。シュート打たれたら決められる。これは難しいですよ。さあ、コーナーに向かいます。あ、悲しそうな顔してる。もう負けてるから。うん。あ、俺か。合わせてくるか。ディフェンダーの元へ。あら、こぼれます。まずいね。先に反応する。てか、ディフェンスすごい突破されてるけど、これ相手がひょっとしてうまいの？うまい。うまいのと、あと能力値が高い。見てると。あいい形でゴール前まで持ってきました。やべえ、もう一対一だと震えちゃうな。いや、あれはさ、あれは決めてほしいね。あれは決めてほしいよね。あれはちょっと決めてほしいな。それはあのもうダメだよ。あれは取ってほしいっていうの、これのと一緒だよ。足音がしませんよ。一緒一緒。あれね、あれは取ってほしいってやつでしょ。もらって、お、うまいじゃん。スルーパスを出す。すっごい上げた。あグラッて書いてましたね。痛いよ。あれ、あれ、お、ちょっとスルーパス狙う。おお、さすがにそこはやるせないね。やるせませんよ。ああ、もうちょっと左に切りたかった。まあいいか。あ、ピルロ、ピルロ、ピルロ、テッティ、この風が精神面から。ちょっと待って。ん、いいよ。あー、いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。うまい、うまい、うまいな。うわー、強い。決定的なパス。危ねー。キーパーっぽかった。今のキーパーっぽかったな。選手が倒れ、でもちょっとスルスル抜かれちゃうよ。スルスル。あ、これも危ない危ない危ない。ここはゴールキーパーの好判断。ピッ、すごい。なんかもうね、ディビジョン慎重に攻撃を組み立てています。になると、うん、ボールがフリーになりました。コンピューターだと、うんうん、無理。もう結構簡単に抜いてくるらしい。あー、おー、あ、惜しい惜しい。多分ここはまだ大丈夫なんだ。なるほど。試合も残すところあとわずかです。試合は一方的な展開が続いています。ジャンプ力がないのかな。さあ、スタジアムのテンションが上がります。危ね。どうだ。おー、怖。このシュートでは難しい。もうちょっと右にないとダメだな。こうなのか。ああ、全然。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。行き過ぎ。そうですね。そして選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。すごい走りね。あ、あー、なかなか、あー、なかなか。俺のあの前ダブルパンチ見たいな。前ダブルパンチ、前ダブルダブルパンチ、ダブルパンチ、ダブルパンチ、多分相当面白い絵になってると思うんだけどな。相手の頭殴りに行ってたりして。いい形でゴール前まで行きました。ピニージャ、あ、まずトラップ、豚かトラップが。そうだね、下のコンディションがちょっと悪い。下のコンディションがちょっと悪いです。そうね。
はいね、そうリプレイがあればね、この試合だけでも危険な位置です。お緊張感が増してきます。遅くない。今俺でしょ今のはね、今のはペイさんでした。あーもうペイさんとフリドフリこれね、これねペイさんでした。これはこれペイさんでした。ちょっとペイさんでした。標準さんで2点はもう今のはねペイさんでした。まあ実質ハットトリックだからね。なるほどね。取ってちょうだいよ。ハットトリックだからねっつってまだ1点しか決めてないから。本当だよ、最初だけじゃねえかよ。最初だけ、ただ資格をしただけだろう。おお、やめろ。本当だぜこの野郎。あれしゃあ、テトさん見てよし、ピニーじゃん。これはクロスが上がった。はい、キーパーがうまく前に出ました。いやいや、申し訳なか。申し訳なか。全部なしものちょっとダメだったな。全部なし、全部なしにしよう。一回全部なし、一回戻る、仲良くしよう。一回そうだね、一回仲良くしよう。みんなでサンタさん、サンタさんよくないよ。あ、サンタさん入ってきてるから、なるほど。じゃあ俺持ったの位置に戻ろうかな。あ、戻る。いいよ、そのままで。どっちでも。じゃあとりあえず一回終了だよね。一回終了で、はい。まあちょっと Z さん一回触ってきてもらおうかな。いやちょっとね、あのなんかディフェンスがちょっと怖い。ちょっと不安を感じてる。本当になんかする、なんか1点目も2点目も3点目もさ、スル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 ってなんか抜かれてたから、まあ俺がいれば大丈夫。あれがいればどっしりしたもんだからね。Z さんがいれば大丈夫なんじゃないか。まずいないからね。そこに、うん、いては欲しいんだけどね。うん、じゃあ標準さん、俺らも変える、変えてみる、変えてみる。俺のシカゴボタン押すだけに変えになる俺。まあ頼むぜ。よし、じゃあそれで決めてくれんならいいよ。ああ、もう決めてくれんならしてくれた。お前間違えた。どうやって自分変えるんだっけな。じゃあ俺も真ん中になる。マイプロ。よし、中央フルバック、ピピピ、ストッパー、スイーパー、なんないさ。だって俺下がるもんね。そう、下がる下がる。うん、どうする、標準さんワントップにする。
まあまあそれでもいいけど、昔なんかワントップにしたらちょっと大変じゃなかったっけ。そうだ、ちょっと大変だった。うん、なんかウィングみたいな人がいないから難しくなった。てかさ、うん、このフォーメーションじゃなくなかったっけ。どうだったかな。え、いつ昔。いや、勝ってた頃。いや、勝ってた頃これだっけ。勝ってた頃これ。教育さんになんか違うのをやって結局ダメだったから、うん、戻そうって言われたんだった。だからこれだわ、結局これだよね、うん、その教育さんはいないとね。いまへんな、あんなにやるやる言ってた。そう、やるやる言ってたのにさ、大事な時にいないからね。配信で一回も来てないじゃん。本当だよ、そうだね。あんな出たがりだろうな、うん、ね、そうだね、うん、めっちゃやりたいって言ってたのにね。ほんとやりたいって言う人ほど、うん、いない。来ない。あー、なるほど、こっちかな。お、なんかオッケー、日本レッドみたいになってるじゃん。いいじゃん、いいね、いいじゃん、ギャレット。あ、いいじゃね。あ、ちょっと俺飲み物取ってくる。いいじゃね。はい。俺は攻撃側にできるけど能力下歩低いからもう多分もう多分ついていけない。もうついていけないね。し、俺やったことないし、うん、1回ぐらいしか。そうだね、やらないかな。ゴールキーパーはやっぱ面白い。いや、面白いよ、一番面白い。やっぱそういうの見えられた人たちがやるんだろうね、ゴールキーパー。やっぱゴールキーパーはそうだと思う。よし、今日取れないな、この練習のところで。まずなんか飛ばねえな。確か身長低くしたんだけどな。身長低くすると何なの。なんか全体的な、そう、リアクションとか速くなるし、飛ぶジャンプもなんか伸びるし。5試合を終えましたが、少し降格という文字が浮かんでくるでしょうか。チームの調子は芳しい。チームの降格の文字が見えてくる苦しい状況。あれ、嘘、文字がまだ見えてないらしいけど、これで多分負けたらうっすらと降格って文字が多分画面に広がってくるんだと思う。俺がこのゲーム作ってやるから。お、出た、うん、出た、ね、安心してくれや。出たね、メイクして。じゃあ、うん、メイクしてよ、うん、なんか踊り出してる。うん、まだ今日初戦、これが初戦、ね、初戦。そうだね、な、始まったばっかり。あ、やばい、やばい、これ始まった。踊りに加わろうとしたら始まった。ディフェンス久しぶりだな。ボールを持ちました、はい、何をするんでしょうか。ボール離れ早く。なんか相手うまそうな気がする。ボールを運び、ゴールそんなことない。おー、やっぱいいですね、はいはい、ういボールはどっちだ。ブトーン。急に来たからちょっと声大きくなっちゃう。よくわかったね、俺の動揺っぷり。もう少し動き出しを。あれ、なんだ、なんだ、あいつ、あいつ何。なんか黒い、あいつ何。あれ、すげえぼーっとしてた。ルールわかんないやつがいる。そうだね、ゴールキックかって見てたかもしれない。俺ああいうことやって小学校の頃怒られたことあるんだけどね。あ、それオフサイドあるかも。ルール知らなかったからオフサイド何って聞いたら教えてくれなかった。わ、いいよ。相当嫌いだったな、ペットさんのこと。嫌いだったのかな。教えたかも、オフサイドのこと教えたかもなかったの、うん、そのレベルで、うん、大丈夫大丈夫みたいな感じで、うん、おいおいっつって、おいすごい偉い、前に出るのやめた。傷は深いな。多分それ、ね、それがあるから結構これだと出るもんね。なるほどね。そうだね、その頃にのプレーが彼の持ち味ですが、うん、ちょっとタイミングが合いませんでした。ディフェンスを選びつつも、そう、うん、ね、現れてるね。やっちゃった。ボールが中盤でカットされました。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。お、おしゃれなことが、あれ、フリーキックか。てかさ、こっからさ、狙わしてほしいんだけど。狙えないの、ここから。いや、あのね、狙えないの、横からの画面に。とりあえず俺が言ったけど。とりあえずやっぱテッドさんが言って。狙える。とりあえずテッドさんが、いや、狙えるとこ。あ、ほら、狙えるやつじゃないでしょ。うん、そっから狙わしてほしい、俺絶対入んだけどな。めっちゃかっこいいのやってたね、今。何かっこいいのしてんの。
よかったでしょ。コーナーに向かいます。足クロスさせた。え、そんなやってた。うんうん。お、おや、さあ、いろんな選択肢を。お、そして、はい、中にボールが、いいですよ。あー、いいですよ。クリアします。ボールがどこに行った。あー、なるほど。お、いいですね。いいよ。戻る時間は、戻る時間稼いだ。うまい。いい体で。ああ、惜しい。タックルでボールを奪いましたが、タッチラインを割ってスローインです。ふいふい。テッティ。おお、いや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 。からの？相手の前。おっとー。おー、素晴らしい。当てた。当てた。ぐる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 。ただこれ出した。かっこいいボレー。いいね。いいね。やるじゃない。はいはい。いいねいいねいいね。久しぶりに笑顔を見た気がする。いいね。ずっと沈んでたもん。この三試合。アップ目な写真はいいよ。そうだよ。いや、すげえセンタリング上げたな。あんなとこ行けんだな。ね。いいとこ上がってたね。いいとこ上がったね。三番。カットしました。ここはどうするでしょうか。俺この位置になってやっぱ思うけど、やっぱペイさんと同じでこうやっぱサイドに行きたくなっちゃうんだよな、これ。いい形でゴール前まで行きました。あれやられた。あら、あ、救急車、救急車。痛い、腕が痛い。腕が痛い。腕が痛い。今腕だったっぽい。折れた。いや、折れたかも。折れたな。今直してる。このハマルみたいな喋り方してたからな。なんとかだな、これ。いいタックルだ。ゴールをキープしました。これ折れたな、これ。これ折れたな、これ。再び戻す。えい。ウタカ。あ、まだ折れてるじゃん。折れてる。ああ、折れてる。ボールが足につきません。出てけ。フィールドから。折れてる。あ、あ、危険な位置です。緊張。入るか。はい、ナイス。キーパーが取ります。さあ、どこに。右です。これ大事だよ。ピャン。ダム。ちょっと無脚使ってってのも面白いな。さてどうする。いや、なんでもない。これは分かんねえ。喧嘩影の話ね。喧嘩影の話だ。無脚使わなきゃやっぱ。お、いいですよ。シュンさん違う、そっち。シュンさん、そうだね。なに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 。そうだね、そうだね。サイドへ振る。あ、ボン。そう出した。ダメか。あー、でもいいよいいよ。ペースに回せれるね。そうだよ。分かった。そうだよ。俺だってヘディングに振ってんのに、セットいっちゃあれだもんね。そうだよ。あ、やべ、骨延長手術してくるの忘れた。身長が、身長が低い。ちょっと。あ、あ、あ、じゃあ、ゴールを狙う。あー、ダメか。今のは相手もらったね。しもたな。やりますなぁ。まあこれ1対1になった時点で割とディフェンスの責任だから。なるほどね。攻撃の起点を早く進む必要があったかもしれません。一応ね、反応はなかなかの最後は無理にさせてしまいました。早かったな、打つの早かったね。しくしょう。3番、3番、あれやられると難しいな。おっく、あれ、あのとこからね、得意のボールを手放してしまいました。おおおお、あー、ちょっと待って。あ、やべ、腹ゆっくりしよいしょー。ボールが転がる。ナイスナイス。あー、すごいキックです。いや、いい、ギュッと噛み締めて。うん、うたー。いいね、いやー、いいね。はい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 。危ない危ない危ない。よいしょー、ドーン。2回パチパチしてる。怖ぁ、怖ぁ、センタリングマジ怖ぇ。ボールがフリーになりました。リアルでキーパーやってる時ゲロ吐きそうでしたから。あー、やだよね。あれ、あの瞬間マジでやだわ。ウタカ、どこに。あ、そっち。え、ちょっと、へぇー。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ナイス、ナイス。いやー、無理。そこで取られてはいけない。ヘッドだ、ヘッドだ。クリア、クリア。よし、フィニージャ、いけ。あ、行かるか。ひろたかくん、頼むぞ。あ、よかったよかった、素晴らしい。あ、倒れた。いや、決めるもの。もう俺のパスで出んでしたね。
あんまかっこよくはねえけど、うん、かっこよくはない。なんかいつもさ、ね、シュート弱えんだよなそれが気になるもうちょっとなんかね、シュート弱えんさっきの人みたいにさ、ちゃんとさ、やっぱちょっと変な体験なんだったら無理だからさ、あれ相手にボールを奪われています。うまい、ちょっとボレーで、おお早うぞ、怖い、タイミング狂った今、これは決めないと。難しいボレーとかじゃないと強く打てねえからな柳沢だもん、うん、一緒複雑なやつはうまい、複雑なやつはやっぱうまいから、急にボールが来ると宇宙行っちゃうから、宇宙行っちゃうもんね、うん、まずいですね。ボールを運びゴールに押さえていきます。それ音、それは危険だ、怖いなー、あーこれここを開けちゃダメ、ここ、おお危ねえ、怖い、学んだ、まあ、さっきの教訓を生かしたね、ちゃんとポスト寄りに、どのように守るのでしょうか。ピーッ、あこれが怖い、叩こうとすんだなこれが怖いよ、ヘディング、うわー危ねえ、あー危ねえ、それは無理、それは無理だ、それは無理、なかったね、いなかった、やばいな、ちょっと観客が面白い展開になってきちゃったなしょー、点の取り合い、これもいなかったね、チャンスシーンを多く作っていますね。なんだよ、いい展開じゃねえかよ、おい、すげえランドセ、振り出しに戻りました、ボールを取った、もらって、どこへ出すのでしょうか、おっ、おっ、なんか、なんかやろうとして、オシス、バイセクをしたね、バーヘーしたね、パスでした、あ、やっちゃった、あっと、こぼれた、今のは、次に取る、次に取る、ペテコさん、あ、いいね、あ、ナイス、ナイス、あー、あ、矢先に取れない、これはスタジアムのテンションが上がります、うわ、危ねえ、素晴らしい、怖い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 、真ん中に、真ん中に投げて、はい、セイ、おい、セイ、シュート3本、まあまあまあ、相手シュート3、7本持ってる、7本打ってるね、いや、打たれてるね、だいぶ、打たれてるね、上手いね、でも同点だからね、うん、いや、いいパス出したんだけどね、ホイッスルで後半のキックオフ、あれ、パッ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 パラッパッパ、やっぱ初戦だけあって気が引き締まってるね、あー、うん、引き締まってるね、初戦だけだいぶ調子いいですよまたサイド剥げちゃったいい形でゴール前に出てきましたいや、で、ルーズボールです、ーボールは、デッドさんそんな手上げたら相手のアピールしてる、危ねー、ファウルじゃないんですかって、いいよ、どうすんの、クロスを出した、あー、ちょっと合わず、まだある、あ、危ない、うまい、なんか、あ、伊藤さん、フィジカル、あ、いいじゃん、これは入った、入った、これ入った、これ入るやつ、とりあえず俺、とりあえず俺が来るけど、入った、これ入った、入ったのね、うん、じゃあ、3-2です、いいじゃない、あ、入った、入った、ひめりぐれないよ、見えてる、じゃあ、よろしく、よろしくね、うん、見えた、じゃあ、じゃあ、うーん、あ、いや、よく入ってませんでした、少し距離がありましたからね、惜しいボールでした、ダブリですね、いい、いい、ちょっと、フィニーじゃん、はい、あれあれこいつ100点言ってる、しゃくれたまま叫んだぞ、ちょっと、あ、待って、危ねえ、危ねえ、危ねえ、笑って、笑って力が抜けた、危ねえ、言ったタイミングでパス出したら全然っていう、ウィンチしてた、危ねえ、危ねえ、しゃくれたままパス要求したらちょっとおかしくなっちゃった、おいしょい、おいしょい、キーパーが触った、よく止めましたね、あれ今のは難しいセーブですよ、あれ焦らせるね、上、真上に蹴ったんだか、あれ真上に蹴ったの、真上に蹴ったんだか、じゃあ、よう前に飛んだ方が、そう、だからいい方だった、あ、あ、終わった、うます、危ねー、はい、トゥーイージ、あ、いや、左投げちゃった、ボーン、完璧、ん、どうした、あれ、よし、あ、おお、なるほどなるほど、スペースを狙い通り、ピニージャン、セクシーなボール回しです、俺だ、
はいはい、グッチェ。おお、なるほど、面白い。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。あ、テッドさんが負けた、負けた。ボールが中盤で確保されました。いいよ。さあ、スタジアムのテンションが上がります。打った。ああ、これは？になりました。何もない。何もなし？マジか。あや、あやややや。やばい、前線にいたと思ったらもう戻ってない。あやややや、あやややや。あぶねえ。いいビルドアップ。あ、いや、はい。ヘッドじゃないこれ。受けた選手がやっちゃったんじゃない？ヘッドしていますが、どうでしょう。テッドさんが。もっとだろ。もっとくれって言ってるね。この選手がカードを間違えた。間違えた。と痛いですね。あ、本当だ。俺評価結構高い。ヘディングでのパス。7.8。いい形でゴール前まで持ってきました。大泉さんがね、外行っちゃうと。そうね。ちょっと待って。やっちゃうな。走っちゃうな。味方辛そうにしてると。俺に立つと。おお、今俺もらってもよかったんかな。外に出て。もしかしたら。俺の評価だけは 9.3。高っ。高っ。俺 9.1 だ。あれちょっとまず。ああ、よかった。ポッサ。も奪おうとしましたが。標準さんの役割は中なんですよね。ごめんなさい。ああ、なのにサイドに行っちゃってるんだ。ごめんなさい。だけどね、言っとくけどね、言っとくけどペイさんもそうだからね。ペイさんもやっぱ辛い人見てるといつもなんかセンタリングかけてない。前の時。そんなことない。あ、そんなことない。うん。そんなことないかな。やめろ。そんなことないって言われちゃうともうダメだね。証拠がない。今提示できない。今提示できない。突破しました。無理無理無理。いやー、そっちですか。決まりました。やられたな。ほら、ペイさんも。いやー、右かと思っちゃった。俺、右に倒してた最初。ゲームのバランスが崩れます。もう完全に重心が。重心が右にいてた。これはもう自信に溢れているという様子が伺えます。あ、俺じゃないのか。ああ違う、もうよし、焦ってたね。ピニージャ、危ない危ない。点を取ってくれ。いいよ。いいの来た。繋がっています。お、ああ、まあ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 、コーナーコーナーコーナー、ここからね。コーナーコーナー、ここから欲しかった勝ち越しゴールが生まれました。我が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 欲しがってる。俺来たからの誰でもない。うーん、なるほど。おお、すごいな。むむむ、急にやったね。急にやる気出したな。うん、今まで静かにしてたの。うん、おっと、勝つんだけどな。中盤でボールをカットしました。やべ、まだちょっとうずいたな。うずいた、うずいた。サイドに行きたくなったな、今。緊張感が増してきます。あ、やばい、ごめん、危ねえ。はい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 。さっきさ、テッドさんがラボーナーであげたから、ボンサイもやりたくなっちゃったんだろうな、多分。やりたくなっちゃったかな、これ。なんであんな、怖いところでやるかな。通りません。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。あ、あー、これ誰だな。コーナー、コーナー、コーナー。あー、ギリギリ。押し込んでのスローインです。そこ、あれ、そこ、あ、まずお、あ、まずまずお、これはまずまずおですよ。これまずまずお、これはサンタさん全然追いつかない。いや、スタジアムのテンションが上がります。はいや、シュート、危ない。大簡単、キーパーが主人分人の活躍を見せています。時間使われたね。なんとか同点に持ち込む希望をつなぎました。あー、怖い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 、そのパス回し。タックルでボールがこぼれました。アップ、シュート、ボールが収まります。倒れている選手がいます。背中、背中でやったの。肉離れでも起こしたのでしょうか。肉離れ、あ、うまい。あ、あ、じゃねえ。あ、まだある、ない、まだある。あ、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 ピニージャ、あ、
体をうまく使います。ボールを取った。あ、まだある。え、取って。これこの攻撃で最後となりますか。サムシングエルス、これ、まあ、に追いつきます。うわ、これサムシングエルス。あ、ここで激しい戦いとなったこの試合。ダメだね。最後は3対2で試合が終了しました。取ってんだけどね。あー、3点目以上。これで3連敗です。悔しいっす、悔しいっす。チーム状況を不安視する声もそろそろ出てくるでしょうか。でも2点は決めてますか。大きなプレッシャーの負け負け勝ち負け負け負け。まずは勝ち点を、やべえよこれ。向こうシュート16本打ってます。やばい。16本ってすごいね。うん、これ降格あるな。降格、てかこれ負けたら降格じゃなかった。いや、広告の文字が見えてくる。あ、うん、だ今ちょっと見えてる。見えてる。すら。うん。広告は投下率 10% ぐらいです。うん、あ、じゃあまだ大丈夫。まだ大丈夫。まだ大丈夫。まだ全然まだ大丈夫。うん、まだうんってなるぐらい。うん。10じゃまだなかなか見えない。うん、画面切り替えの時におってなるぐらいだから大丈夫。なるほどね。うん。けど残り試合数4で俺ら1勝5敗でしょ。お、あれ。もうちょっと見えてるのかもしれない。これだって。もう新聞には予想降格って書かれてるよこれ。うわやばいね。本当だ、うん、予想降格ってなってる。あ、本当だ、うん、大丈夫。205行きたいな。105だもんね、だって105はもうダメだね。どう考えてもダメだなこれは。こっから4連勝して55でようやくイーブンだからね。ああ、いいじゃん。ドラマチックだね。ドラマチックだね。